はい。はい、じゃあ今度は、音声の録音も開始しますはい。ね。はい、よろしくお願いします。お願いします。5、4、3、2、1。皆さん、こんにちは。高坊のキックオフ第17回目、始めてまいります。先週はですね、私、帰省しておりまして、そこで、年にほぼ1回ぐらいでしょうかね、スタジオ収録という貴重な経験をさせていただきました。で、カメラがね、たくさんありまして、目線をどこに置くかとか、カードの表示の仕方とか、いろいろこう迷いながらもやってまして、でも楽しかった収録でした。はい。それでですね、同じ FM 宜野湾さんで、放送された杞憂名古屋さん。こちらですね、毎週火曜日夜10時からなんですけれども、番組内でも、まあ私の番組のこともですね、取り上げていただいたということもありまして、まず冒頭に感謝を申し上げます。それと、前回、初ゲストとしてお越しいただいた、真弓咲子様。まあ、サーキーと通称言われてますけれども、毎週月曜日午後1時半から、ペア活、こちらの番組を担当されています。その、まゆみさんの、まあ、息子さんが、まあ、サッカーを始められたということで、まあ、今回、帰省の機会も合わせて、ゲストにお呼びいたしました。で、ご質問がいくつかありましたので、それに関してもお答えしたわけですけれども、まあ、基本的にはどの競技でもそうですけれども、基本的なプレーをしっかりとやる。例えばボールが来たら、手をしっかり止める。で、胸でトラップするとかですね。そういうのをきちんとやっていれば、まあ、どんな場面でも、まあ、通用するんじゃないかと。そのトリッキーなプレーばかりをこう、まあ、印象づけるようなね、プロの選手もいますけれども、まずは基本をしっかりやって、それをマスターすれば、まあ、怖いものはないんじゃないかというふうにも思っておりますが、まあ、私、指導者資格とか、そういう経験もございませんので、まあ、あんまり大きなことは言えません。ね、ので、まあ、この程度にしておきます。そして、ちょっと軽く、前回、前々回の、まあ、振り返りをしますけれども、ファウルと不正行為に関してお話をしてきたんですけれども、そこでですね、キャンさんにもお渡ししているものの、七つ道具というんでしょうか。ここに3種類のカードがあります。こうイエローカードっていうのが、要は無謀なファウルの時に、まあ、示す警告のカード。で、このレッドカードっていうのが、過剰な力を用いて、相手の安全の危険を及ぼした場合に、用いる退場、一発退場のカード。で、ただこちらが、グリーンカードなんですけれども、これは覚えていらっしゃいますか？グリーンカードですか。グリーンカード。はい。フェアプレーをした時のカードですね。そうですね。やはり、小学生年代からこう、サッカーに関してのフェアプレーとか、あと選手、まあ、審判団、周りの方へのリスペクト、そういうのをこう、日本サッカー協会が、まあ、啓蒙する。広めていくというためには作られたグリーンカードなんですけれども、これが、法則の中、本があるんですけど、まあ、ルールブックですね。こちらには入ってないんです。残念ながら。だから、書籍として購入しても、そのグリーンカードの存在があまりこう知られてないと。ちょっとさっきパラパラとめくったんですけどね、載ってなかったようです。で、FM 宜野湾さんの番組においても、いろいろグリーンカードのことを、
木曜日の番組なんですけども、お話ししてきたんですが、やはりこう、なかなか浸透されていないので、ぜひ、お聞きの方が、グリーンカードの存在もあるということを、イエロー・レッドのみならず、もう一種類あるよっていうのを一応、心の中に留めておいてください。そ個れ人で、的にはもう早速使わせていただきました。ありがとうございます。11時頃ですかね、夜はの。い、はい。これがなかなかね、小道具として使っていただけると幸いでございます。で、あとまた、木曜日の夜9時から、シーフーミーズバー、こちらにもゲストとして、ね、出演させていただきまして、レッドカードではないんですけど、シーフーミーズバーのステッカーをいただきました。いや、非常にこう、嬉しいものでございます。大切に保管させていただきます。それで、先週、3回ぐらい前からですけれども、要はファウルをしたとしても、レッドカードがこう、黄色、イエローカードになるとか、本来イエローカードが出るのに、カードが出ないっていう、ことをお話ししたんですけれども、例えば先々週ですかね、アドバンテージを適用したときに、こう、レッドからイエローになるという、で、イエローからレッドになるというのがあったんですけれども、あと、ドグソですね。得点または決定的な得点の機会。そこで、なぜ一段下がるのか、ということを、お話を今までしてこなかったので、ここでちょっとね、画面を変えてみますので、これで出るかな？これは、もう一つの方こちらでですね、目次17回目ということで、各番組で告知いただいてありがとうございますということでありまして、で、2番目のこのドグソ、この30罰っていうのがあるんです。で、何が30罰かということなんですけれども、次のページに行けるかな。ここはですね、まず、ドグソというのをまた振り返りますけども、得点または決定的な得点の機会を、フリーキックとなる反則を犯して阻止すること。で、これは、一般的な退場の、一般的に言う一発退場ですね、になります。で、ただし、これはですね、ペナルティエリア内で犯した場合、それで、ボールにプレイした場合、で、主審がペナルティーキックを与えた場合には、こう、一段下がるとかっていう、要はその、退場にならないで、黄色、イエローカードになる。という、場合があるんですけれども、この、一発退場というものの効果がですね、非常にこう、大きいというか強い。というのはどういうことかというと、下の方の効果っていうふうに書いてあって、退場になったら、その選手が、もう試合に参加できないんです。で、もフィールドから去らなければいけない。ってことはどういうことかっていうと、11人でやってたのが10人になっちゃう。ということで、そしてもう一つ、PK を相手チームに与えてしまうっていうのがある。で、ほぼ1点取られてしまう可能性が非常に高い。で、また退場になった方は、その日、その試合だけでなくて、次の、リーグ戦とか、カップ戦とか、その、協会でこう、処分された試合にも出られない。一般的なリーグ戦であれば、次節出場停止とかよくありますし、また J リーグではその、2回繰り返したらまたこう、もう1試合追加されるとかですね、非常にこう、累積されるような、その、出場停止のパターンもありますので、こうやってこう、罰としては重いんじゃないか、ということもあって、一定の条件のもと、こう一段下げようということになってます。で、アドバンテージの時もそうですけれども、一発退場になる道具とのような状況で、こう、アドバンテージを認めた適用した場合には、それで一段下がったりとかですね。状況によって、あと大きなチャンスとなるシーンでも、それでこう、得点になりそうな、いい状況になると、それでプレーを続けた場合には、カードが出ないとか、
そういったものもあります。ので、一応そうやってこう、罰の重さをちょっとまあ緩和していこうということで、まあ、こんな形に変わったんですけれども、まあでもね、本来その、やってはいけないことをやったんですから、そういう制裁があってもいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね。こういった場合。だからまあ、重いとは言っても、そういう状況でファウルをしてしまって、その、相手チームのね、得点のチャンスを、まあ、潰してしまったんですから、まあ、本来なら、悪くはない、ペナルティというか制裁かなっては思うんですがね。ただまあ、そういう議論があって、三重罰は重いと。だから、一つ下げましょうという話に、まあ、なったようなんですけども。まあ、ルールとして決まっちゃったんで、まあ、それはそれで、適用するしかないんですけども。一応、そういった、その背景があったということなんですけれども。それでですね、それで、まあ、先ほど申しましたようにね、制裁とした重いので、一段、こう、下げる、緩和する。まあ、情状酌量って言い方が正しいのかどうかわかんないんですけど。で、さっきも申しましたように、私は、ここまでしなくていいんじゃないかなとは思うんですけども、規定としては、まあ、そういった、まあ、緩和をしてあげるということなんですけども。一応、これが、6属懲戒罰のこの、230罰との関係をお話ししてきます。こういうことがあったので、まあ、一段下げるということになりました。で、あとまあ、このカードなんですけどね、このカードの出し方もありまして、いろいろこう、インストラクターの方に指導って言いましょうかね、されるんですけども、このカードはこう頭上真上にこう腕を伸ばして、高い位置に持ってきて示す。で、これが斜めになったりとかですね、しないで、ちゃんとこう、まっすぐ見えるようにこう出すという出し方も、まあ、指導を受けました。なので、こうはっきりとしっかり周囲の人に見えるように出すということで、まあ、出し方に関してもこう、審判としての、主審としての威厳を持って示しましょうということもあります。で、次にですね、ファウルのこの、懲戒処置。まあ、懲戒処置はまあ、イエローカードを出す、レッドカードを出すということなんですけども、警告退場なんですけれども、その、そうですね。だいぶ前にお話もしたんですけど、いつからこう、懲戒処分できるのか、処置できるのかっていうので、私たちがこう、会場について、で、まあトレーニングの時でもそうなんですけども、競技のフィールドに入った時に、もう、それはできる、ということなので、例えばこう、競技場の点検をするためにフィールドに入ったら、その時点から一応、カードは出せるんですけれども、まあ、そうそうそういう場面ってないので、まあ、想定し難いんですけれども、例えば、こう、ドレッシングルームとかで、選手が、こう、スタッフを殴ったとかですね、いろいろそういった場合には、もう乱暴な行為ということで、一発退場の項目に該当するため、そこでも、その選手はこういう事情だから出させませんよっていうことができるっていうのは、まあ、だいぶ前にお話ししました。で、この、試合終了で笛を吹いて、まあ、一般的な挨拶をして、それでまあ、去っていくんですけども、で、我々はその、イエローカード、レッドカード出せるのが、その、競技のフィールドの、タッチラインの線、そこを超えるまでなんて、超える手前まで、ええ、出せます。なので、だいたいこう、挨拶終わった後、選手たちをまずこう、下げさせて、で、我々がこう最後に去っていく。そうしないと、もし我々が先に帰っちゃうと、中で何かあったときに、まあ、対処できないことはないんですけど、カードが出せなくなるので、まあ、面倒くさいことになりますので、まあ、一応日本はまあ、平和なところなのでね、そんなに問題はないですから、こう、フィールドに残って選手たちをまず、
まあ、会場というか、まあ、フィールドを去らせてから、最後に自分たちで、主審、副審がこう去っていくというパターンが一般的です。そこで、まあ、カードを出す出さないの、この、給料というかですね、重点になるわけですね、そこが。で、フィールドを去った後に、例えばどっかのチームの選手が、まあ、良くないことをやったとか、暴言を吐いたとか、で、判定に対して、異議を言って、まあ、ペットボトルを蹴ったとか、役員の、まあ、机とか、施設を破損させたとかっていうのがあった場合は、もう別途にあの報告書というものがありまして、それに書かなきゃいけない。で、最近はパソコンで送信するところもあるので、ちょっと大変ですけれども、パソコンで書いてファイルを作って、それでこう、協会データとして送るっていう形に今なっている。ですね。で、まあ、東京はそういうふうになっています。まあ、大体の試合がですね、なってるので、もう、夜試合があって終わるともう、0時近くなってしまって、もう疲労した状態で、頭がまだ整理できてない状態でパソコンに向かって、自分の書いた記録をこう照合して、作っていくんですけど。しっかり管理されてるんですね。もう大変です。で、試合日決めて2日以内に出せっていうところなので、まあ最悪次の日の仕事終わってから、こう、パソコンに向かって彼らがやって、こう、文章を作って出していくんですけどね。昔のようにペーパーで書く方が非常に楽でした。そうなんですね。昔はペーパーがあって、それに書いて、封筒に入れて出せば済んだんですけれども。パソコンでこうやるっていうのが非常に 普通になってます。ものすごい大変です。そしてあと、まあ、試合の中での私たちがこう、見る点はフォーカスの当てる部分なんですけれども、ちょっとそれを今日お話ししようかなと思ってまして、ボールをコントロールしている選手と、そのボールを奪いに行こうとする選手がいるんですけれども、そうした場合に何を見るのかということなんですけども、基本的にボールを持っている選手ではなくて、そのボールに対してチャレンジしようとしている相手選手を見ます。で、その選手が何をするのか、を一応まあ予測なり、まあ想定しておいて、例えばまあ、後ろから追っていくとしたら、まあ当然足を引っ掛けることもあれば、相手のシャツを引っ張ることもあるので、どういうふうに出るのかなっていうのを見るんですね。で、フォーカスの当て方は、相手選手をまず、まあ、録音って言い方変ですけど、一応、ほぼこの人だなと思ったらその人を見ていくというのもあります。ただ、反則の起きる場所っていうのは、そのボールを持っている人との間だけではないので、他の場面でもあります。ただ、視野はそんなに広がらないので、まあ、間接視野も含めてなんですけども、まあ、他も一応ケアしつつも、ほぼ8割ぐらいは、その、ボールが今、動いている。争点と言い方するんですけれども、そこを中心に見ていく。それと、基本的には、副審と挟んでみる。これが大原則なので、そういうポジションを取りながら、その争点を挟んでみる。というふうにやっています。で、そのボールに対して、もしくはそのボールを保持する選手に対してどうチャレンジしていくのか、というのを見ていきます。で、もしこう、チャレンジしたときに、どの部位で相手に対して挑んだか、こんな。例えば、まあ一番こう、危険性があるのが足ですよね。で、その足をまとって一番こう、硬いものといえばスパイク。まあ、トレーシューでやる人ってのはほぼいないんですけども、まあ、大体大人とか、まあ、中学高校生ぐらいになるともう、ポイント付きの、ああいう、硬い部位を持ったスパイクで、まあ、履いて試合しますんで、その部位で、そのスパイクのどの部分で、こう、当てるのかな。
こんな、こう、厳密にはなかなか見れない部分もありますし、難しいんですけど、足の甲の部分であれば、多少まだ平たいし、柔らかい部分ですので、その、衝撃度としては弱いです。ただ、スパイクの裏になりますと、丸いポツポツがあって、非常に硬い、まあ、樹脂製ですかね。でも、非常に硬いので、それで、相手のこう、爪とか、まあ、ふくらはぎに入ってしまうと、非常にこう、プレイがもう、ほぼ、できないくらいの、非常にこう、危険を及ぼす、ファウルになってしまう。で、大人の選手でもまあ子供もそうですけど、爪当てをします。これはまあ、一応、安全を保つための保護する用具なんですけれども、大体みんなこうめんどくさいというか、なんかこう邪魔なんですよね、要は。で、ちっちゃいのをはめる大人もいるんですよ。子供サイズのような。まあ、一応入れてますよっていうことで。で、まあ、大人の方はもっと大きいサイズなんですけども、それを、こう、ちっちゃいのにしてしまうと、結局、スパイクでこう当てられたときに、なかなか保護できないので、まあ、本当はちょっと危険なんですけれども、で、大体前方、すねの部分しか保護しないので、そこでまあ、横とか後ろの部分が当たったときに、危険です。で、そういった部分をできるだけこう、見逃さないようにしています。ただこう、見逃さないようにといっても、選手がこう、密集していて、とか死角になってしまって、こう一瞬こう、大事な箇所を見逃すっていう場合もなくはないです。なので、できるだけいいポジションを取るように、こう、修正していかないといけないんですけれども、そういった形でファウルの時の、要はその度合いですね。その、勢いを持って挑んだのか、どの部位で挑んだのか、こういったものをこう、いろいろと一瞬の情報をこう自分の中で、そのキープしながら見ていって、あ、このタックルだったらこれは不用意だから、まあ、単なるファウルでいいなとか、これちょっと無謀だなと、相手に危険を及ぼすな、とか、いう場合はまあ、イエローカードが出たり、あと、過剰な力で相手の安全に危険を及ぼすと、いった場合にはもう、悪いけどもう、この試合には、出させませんよ、もう続けさせませんよ、ということで、レッドカードを出すと。いったこともあります。ですので、いろんなこう、まあ、言い方がちょっと抽象的で、総合的な判断で、懲戒処置をするかどうか、と思います。ですので、なんでそこでカード出ないんだよ、とか、いろいろあると思うんですが、まあ、その時々の試合の、まあ、主審の基準、となってしまうので、なかなかこう、言いにくい部分もありますけれども、まあ一応私たちもこう、協会の中で研修を積んで、まあ VTR を見たりとかして、その基準のすり合わせっていうのをやってるんですけれども、ただ生の事象ですので、なかなかこう、画一的にできるわけでもないという部分もあります。ですので、そういったところもあるので、非常にこう、難しい、ところではありますけれども、できるだけ公平に、公正にやっていこうという、その精神は持ってやっています。で、そこでですね、あとは、笛の長さ。ちょっとこれに関して、ファールに関しては、短い、ピッっていう、こう、単発のものに関しては、まあ、要は、ファールの程度としては弱いよと。気をつけてねっていう感じ。ところが、こう、悪質なファウルになると、大体、こう、J リーグとか、海外の試合でもそうだよね。長いピーっていう笛が鳴る。あ、なりますね。ピーピーピーとかっていう。ここで本当にやっちゃうと、ちょっとまあ、ヘッドホンしてるんで大変なので、実際には吹かないですけど、そうやって、こう、主審の、こう、気持ちを表現するのが笛でもある。なので、本当にやっちゃいけない、絶対やるなよっていう意味で、長く、っていうなら、ちょっと周りも、ああ、このファールが悪いんだな、相当悪いなっていうのを分かってくれるし、不用意な、ちょっとしたまあ、不注意とか慎重さを変えたようなファールであれば、ピッだけでもいい。
そうしたらもうみんなも、あ、これちょっとやっていけないなっていう認識は持つと思うんですが、まあそういった形で今日はこう、まあ帰省してからの次の週だったので、一応こういったこう主審の様々なサー残ブにり1関分です。する方法をお伝えしました。次回から今度、警告とか退場のですね、ちょっと細かいことも、またお話ししていこうかと思っておりますので、ぜひお願いいたします。この番組ではリスンラジオとかマイチューナーラジオというアプリでも聞けます。で、当日は、YouTube においても映像が、ご覧になりますので、ぜひ参考にしてください。では本日は、これにて終了いたします。ありがとうございます。ありがとうございました。